さあ始まりました。これはですね、僕が、ついこの間イエローストーンという場所に、行ってきた、動画になります。イエローストーンというのは、アメリカの、ワイオミング州という場所にある、世界初の世界遺産、自然世界遺産に指定されている公園なんですね。国立公園、世界初の国立公園かなという場所なんですけども、皆さんどっかで多分見たことあるんじゃないかなと思うんですよね。あの写真といいますか、なんていうんですかね、泉、間欠泉なんですけれども、ということで、そのイエローストーンナショナルパークに、行ってまいりました。やっぱりなんていうか、こう広さっていうか、こう本当に距離感が分からなくて、まずそのこのなんていうか、国立公園、イエローストーン国立公園に行くまでに、まず僕はニューヨークから出発して、ソルトレイクシティっていう場所に着いたんですね。でソルトレイクシティっていう、ユタ州、ソルトレイクシティからレンタカーを借りて、そこから5時間くらい、北上して、ジャクソンという町に入ります。でジャクソンという町をベースに、そこからさらに3時間ほど車で北上したところに、このイエローストーンナショナルパークがあります。で、見ての通りすごい自然で、びっくりするような綺麗な自然なんですけども、で2つの場所に行ったんですけども、1個はグランドティトンという山なんですね。で最初のこの山です。この山がすごい綺麗で、むちゃくちゃ綺麗なんですよこれ。そうで、このグランドティトンという山、相当高い山なんですけども、その山の箇所と、イエローストーンナショナルパーク、この動画の後半に出てくるですけども、そちらに行きました。見ての通り紅葉で、これ去年の秋なんですよね。そうです、去年の秋に、行きました。なんで紅葉もすごかったですし、っていうかこのサンセットとかやばいんですよね、本当に。これサンセットなんですけども、このまま沈んでいくんですが、綺麗で静かで広くてすごい綺麗なんですよこれ。でこれ結構最初、ほとんど iPhone で実は撮影してるんですけども、 iPhone すごい綺麗ですよね今ね。これはお土産ショップで、これが夕日スポットに入っていくのかな。こういうなんか光の差し込みっていうんですかね、がもうすごい綺麗で、とにかくね、雄大な自然に酔いしれていましたね。みんな思い思いの方法でこうサンセットを楽しむんですけども、この川っぺりにロッジがあって、そこに泊まる人もいたりするし、なんかキャンピングカーみたいなので、好きなところに泊めて泊まり込むっていう人もいたりとか、本当にいろんな楽しみ方があるなっていうふうに思いました。そう、みんなね、観光の人ですよね。で秋だったんですけど、結構ちょこちょこいました。多分そんな多くはないんですけども、結構観光の人もいて、おそらく大体が、アメリカ国内からの観光客だったと思うんですよね。まだそんなになんていうんですかね、コロナのやつで空いてなかったので、世界各国からっていうよりはアメリカ国内からの観光客の人がたくさんいたように思いました。これがマップですね。 Exploring Yellowstone ということで、ちょっと距離感読めないんですけども、この周りを一周したらですね、周り一周したら8時間かかります。実はこれイエローストーンの周りを一周するの8時間ぐらいかかるっていう、壮絶な
車の旅になるんですけれども、まあそれでもですね、めちゃくちゃ、いい場所ですね。これはイエローストーンの中の手前の方にある、まあ、間欠泉、そう間欠泉ですよね。なんか、まあ、温泉とは違うのかな。まあその間欠泉というまああれで、そうこういうプツ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 なっててるんですよ。でこの色がついたね、こういうね、まああれがあって、でスプリングということなんですけども、そうこうやって中にはこうやって湧いてるのもあったりするんですね。まあそれを外からいろいろ眺めるっていう形で、まあこういったいわゆるまあスポットが全部で 6,7 箇所ぐらいあって、でそれの一番の目玉が、グランドプラズマティックスプリングかなっていうやつなんですね。あのな目のやつなんですけども、っていうので、まあまあ素敵な場所でした。そうなんか謎の紙袋、あれはお昼ご飯ですねお昼ご飯を、まあ、持参してジャクソンの街で買って持参して、持ってくる。綺麗ですねこれなんてね、すごい綺麗でよく撮れてますよ。そう一見ねちょっと入りたくなっちゃうというかね、ほんと気持ちよさそうで、まあ、とんでもなく暑いんだと思うんですけども、そうこうやって、まあ、池の周りを、池っていうか、まあ、関係者の周りを歩いて、まあ、色彩がねやっぱこうやって豊かですよね。なんかこういろんな色っていうか、まあそれで秋っていうのもあったのかもしれません。このハムサンドめっちゃ美味しいんですよ。これがジャクソンの街でのカフェで朝買って持ってきたんですけど、このハムクロワッサンめちゃくちゃ美味しかったですね。森の中でお昼をすると、まあ秋の松ぼっくりを添えてってやつですねそうですね。まあこうやってまあいろいろみんな食料を持っていて、まあ車で校庭を回るっていう風にするんですけども、いろんなところからね行けるんですよ。なんか他の空港からも行けたりもしますし、ただどこからでもやっぱ車で3時間4時間ぐらいは絶対かかるので、まあ結構アクセスは悪いんですけども、そうグランドプリズマティックオーバーロックトレイル、そうあの上から見れる場所もあってですね、そうこれがもうあのグランドプリズマティックスプリングなんですけども、そうこれが今ねここからオーバーロック上から見るのを目指して歩いてるんですけども、そうですね、まあ、気持ちいいですよ本当に、本当に気持ちよくて、でやっぱりその観光といってもね、そのアメリカの人しかほとんどいなかったので、普段はねものすごいらしいんですよ。本当こんな間近で見れないというか、今これ柵の目の前来ましたけど、柵の一番前なんてほぼ来れないっていうか、だから階段の途中ぐらいからもうギチギチに人がいるらしくてということなんで、なんかまあタイミング的にもね良かったのかなっていう、こうやってなんか優雅な写真が撮れるっていうことはなかなか難しいみたいですね。そうまあ秋なのかなこれ。そうこれね綺麗なんですよね。なんかこうなんていうんですかね、こう光っていうんですか、なんか太陽の差し方みたいなのがやっぱ違うっていうか、なんか色の出方が違う感じがしますよね、日本の感じと。この水もね綺麗で冷たくて美味しいんですよね。うん、飲んでみてね、まあまあそんな美味しくなかったかなということで、でこれが今そう上から見終わったので、これから下に向かっていきます。で下が要は、ま、間近で見れると一番近くに接近するんですけども、まあこの下のね部分、いわゆる一番近くに寄った時がすごいですね。なんかこうエネルギーっていうんですかね、もうあの地球のエナジーみたいなのがもう
ものすごいビンビンと来る感じるというか、で何とも言えないそうですねエナジーがありました。もうここはねすごい暑いらしくて、でなんか絶対こうもちろんまあ入っちゃいけないし、でなんかそれこそ本当に間違えて入っちゃったりとか足を滑らしてまあ亡くなったりとかっていう方とかそういうこともあるようなんで、まあそこは本当に気をつけなきゃいけないですね。まあもうすごい綺麗なんですけども、これもねそこのプリズマティックオーシャンの下のところなんですけども、蒸気が出ててね、色がやっぱ綺麗ですよね。エクセルシオールガイザーで、これがその一番メインの目玉のところのをと歩くの今向かっているところなんですけども、ちなみにここ風強いんですよ。で風めちゃくちゃ強くて、そうグランドプリズマティックスプリング、これが一番あれですね、近くですね、一番その目の前です。まあ、結構こうやって優雅にね撮影できてたんですけど、そう風がすごい強くて、この後僕ハットをこれ買ったばっかりのハットを吹っ飛ばされて池に落ちちゃうんですけどね。あこれはあれですよ、多分クマかなんかな、クマかなんかの足跡で結構入ってるんですよ。で野生動物がやっぱこうねイエローストーンっていうのは有名なんですけど、こうやって野生動物はここをまあ歩いてくるということでね、多分暑くないのかなと思うんですけど、結構その足跡みたいのがあって、野生動物綺麗ですよね。これねこれがもうザって感じで、イエローストーンのあこれね、はい帽子なくなってます。これ帽子が、爽やかな顔してますけどなくなってますけども、みんなに拍手されましたね。帽子がなくなった時にみんなに拍手されました。こちらバイソンですね。バイソンっていうアニマル初めて見たんですけど、でかいですよね。すごいでかくて、なんなんでしょうね、ものすごいでかいんですけど可愛い顔してて、でよく見ると草を食べてるというか、まあ、草食動物なんですよね。なのでまあこう結構癒し系というか、可愛いアニマルでした。というわけでね、これ前半なんですけども、もう一個あるのでちょっと盛りだくさんでまた見てほしいなと思います。やっぱ今見ても綺麗ですね。自然が本当に神秘的で豊かですね。3時間ここから運転してね、その街に戻るんですけども、そんなのもね全然 OK っていう感じで、イエローストーンでした。では後半で